今ですね、ここ今どこにいるかっていうと、これすごいですよ。あの、森永愛先生の自宅なんですよ。今日からですね、その今秋田の方で増田漫画美術館でですね、あのその森永愛先生の作品秘密の花園、まあ、僕らの女子高生役で出してもらってるその映画がですね、上映されているということで、今からそのバイクで食べに行くんですけど、そのスタート地をここにさせていただきました。これはすごいことやね。釣り上げだらけですよ、ここ。何ここ、どういう生活してたらこうなったの、これ。これ何すか、これ何で酒ダメ。いや、ダメダメ、何でなんですか、プロデューサーの目がけない。違う、皆さん、何してるんですか。これは、はい、森永が生前の、はい、サイン会とか、あまり人前に自分の素顔を晒すのが好きじゃなかった人なので、はいはい、今回 の、 あの、はい、ストロベリーちゃんを制作してくれた千葉さんがオリジナルで作ってくれた、はい、あの森永の愛猫藤尾姉さんの着ぐるみの頭です。はい、え、それ何今持ってるんですか。送ってもらった。何のためですか。で、高道くんの出発を代わりに頑張ってって応援するために。やりすぎや。優しすぎますよ。マジっすか。はい、オーディオからも借りしました。いや、すいません、すいません、ありがとうございます。長井先生のご家族の方もすいません、ありがとうございます。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけて。まだ雪も残っている道もあるかもなので、安全運転で行ってらっしゃい。え、まだ雪残ってたんですか。田んぼにね。怖っ。行ける？怖っ。え？バイバーイ。はい、行ってきます。マスターマン美術館。レッツゴー。吉祥寺人多いな、すごいな、やっぱ人気の街やな。国西に進みます。到着。ん？そもそも逆？道がわからんすぎる。吉祥寺から出られへん。よいしょ。ああ、軌道乗ってきた。なんとなく吉祥寺から出れそう。うわあ、あったかー今から。大丈夫かな。マジで喋ることないな。広い道路に結構早い段階で出て、なんていうの、国道1号線みたいなところに出て、でなんかひたすらまっすぐ行くイメージやってんけど、全然出えへんな。これ合ってる？大丈夫かな。なんかずっとぐるぐるしてる気すんねんけどな。桜綺麗だな。やっと大きい道出た。
いや25分かかっとるかな。吉祥寺から大きい道出るまで25分かかっとんねん。17、8時間で着くんかな。さあ大きい通りに出たので、ここからはですね、おそらくまあひたすらある程度大きいこの道をまっすぐですね、埼玉通って、でまあ今日のイメージで言うと、山梨かなぐらいまで行けたらなと思ってます。宇都宮って山梨だったっけ。この YouTube 見てる人が、ああん時この人の横通ったみたいなあったらいいのにな。奇跡的に。そこまで。ここやってる。やってるやってる、定食やってる。餃子定食メニュー。ちょっともうちょい見ましょう。おばちゃんめっちゃ知ってそう。おばちゃん聞いてみよう。すいません、はい、この辺餃子めっちゃ餃子、おいしい、水餃子、手作り、おいしいよ。いくらですか。480円。はい、ちょっと今、格安、東京から来てて、はい、格安旅で、はい、うち結構インタ、ちょっと社長いるか。いや、ちょっと、違うね、違うね。これ、リハマ、なんか、いや、今ね、格安旅で、はい、なんか安い餃子屋さん探してたんですけど、安い餃子屋さん、うん、安い、どこでも安いですよ。どこでも安いです。でもこの時間、うちだけ。あ、そうなんだ、他あんまやってないですか。はい、そう、うち、台湾餃子屋さん、これ鍋屋さん、鍋屋さんです。え、何屋さんですか。台湾式火鍋、火鍋、薬膳鍋、薬膳鍋屋さんですよ。美人鍋で、美人鍋、美人、確かに。台湾の方ですか。そうです。あ、そうなんだ。ワイン飲んでます。ワイン飲んでます。お名前なんて言うんですか。のりちゃん。のりちゃん。よろしく。よろしく。オーナーです。わかりました。じゃあまたもしあれば、はい、お願いします。のりちゃんに会った。のりちゃん。ひらぴ、明るすぎるでしょ。お店の雰囲気からもう明るすぎて、いや面白そうやけどね。よいしょ。どうしよう。誰かに見たかな。お兄さん知るんよ。すいません、東京から来たんですけど、はい、東京から来たんですけど、はい、宇都宮餃子で、宇都宮餃子、はい、うん、安いとこってどこがあります。安いとこ、はい、安いとこか、はい、お昼とかだと、うん、あっちのオリオン通りに、うん、あの餃子専門店みたいなのがあって、はいはい、いろんな店の餃子集めてるみたいな、店はあるんですけど、この時間だとやってない。東京から秋田まで原付で行こうと思ってまして。あ、なるほどなるほど。これあのこういう映画があって、長寿漫画が映画されて、これよかったら、はい、チラシいいっすか。あの東京でも映画上映されますんで、もしよかったら、宇都宮ではちょっとされないかもしれないですけど、機会があれば、なんかあの知っていただいてるだけでもありがたいんで。あ、わかりました。
はい、みんなの高道、みんなの高道です。お兄さん映っても大丈夫ですか？あんま映らんほうがいい、ほんますか、うん、あざます、みんなの高道言います、気をつけてあざます、じゃあね、すいません。いい人だな、めちゃくちゃいい人でした。いや、400円は切ってくれなあかんわ。400切ったら行く。お、餃子、焼き餃子480円、やっぱりそれぐらいすんねんな。よし、 OK、 決めた。ちょっと400円以下なかったので、諦めました。なんせ今回はもう格安でというか、はお金がないんで、マジでちょっと今宣伝がメインですから。明日はね、なんかまあ米沢牛とかあれば、1日使った金ってマジでガソリンが600円、ペヤング238円ですね。でここの快活がまだ1600円から2500円ぐらい。明日頑張って秋田まで入りたいな。ということで、初日お疲れ様でした。また明日。バイバイ。見てください。貴重なん取れた。イノシシ。イノシシか。イノシシね。動画見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録も皆さんしていただいてありがとうございます。まだしてなかった、してそれはしてください、お願いします。